扇風機おばさんこと、ハンヘギョンさんの訃報が伝えられた。扇風機おばさんという名前は、整形依存によって顔が膨れ上がり、まるで扇風機のような姿になったことから来たもの。日本の番組でも何度か取り上げられ、彼女が話す実体験によって、整形依存の怖さが世の中に広まった。 扇風機おばさんの反省とは、ハンヘギョンさんは、美しくなりたいという一心で、美容整形外科に通うようになった。若い頃の夢は、歌手。その夢を叶えたが、美しくて愛される歌手になりたいという強い思いから、一度の整形だけでは満足できない状態に、もっともっとという脅迫観念から、 幻聴に悩まされるようになったという。そして、彼女が駆け込んだのは、闇医者。闇医者に通ってシリコンを入れ続けたが、それでも、もっと美しくという思いは消えることがなかった。最終的に彼女が取った行動は、自らが施すこと、シリコンの代わりに食用油や工業用オイルを自分の手で注入。 ここから、彼女の顔面崩壊が始まっていき、女踊り地に顔が膨れ上がっていった。その後、彼女の姿は韓国で話題となり、寄付金が集められるようになる。集まった寄付金で、顔に溜まった異物を除去するための手術が行われた。しかし頭に大量の異物が残り、命の危険も脅かすことになった。 2012年、高須クリニック委員長の高須克也氏率いるスペシャルチームのもとで、大手術が施されることになった。この手術によって、以前と比べるとだいぶすっきりとした顔になり、その姿がテレビで公開された。当時、日本のテレビ番組に出演し、自らの行動を悔やみながらも、 生計依存の怖さを教え続けたハン・ヘギョンさん。57歳で壮絶な人生は幕を閉じた。